はいえー、それでは引き続き本日2件目の議論に入らせていただきますここからは上智大学法学部国際関係法学科教授の楠の木茂樹先生にご参加をいただきますよろしくお願いしますそれでは、えー、公的統計基本計画推進事業について担当部局から資料に沿って説明をお願いします政策統括関連室で統計企画管理官をしております垣と申します 私の方からは公的統計基本計画推進事業についてご説明をさせていただきます。まず1ページ目でございますけれども、こちらはちょっと統計の体制図ということで、すね本日は割愛をさせていただきまして、2ページからをご,ご覧ください。今回の事業の前に、ですね公的統計の基本計画について、簡単にご,ご説明をさせていただきます。 この計画につきましては、統計法の第4条に基づきまして、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進のために、おおむね5年ごとに作成しているものでございます。現在の計画は第4期の計画になっておりまして、今年の3月に閣議決定をしております。令和5年度から5年間の計画となっております。3ページをご覧ください。基本計画の概要でございますけれども、基本的な視点を5点ほど挙げた上で、 総合的な品質の高い公的統計の適時かつ確実な提供を目指すということで、具体的には4ページでございますけれども、第2としまして、公的統計、統計そのものの整備に関する事項、また、第3は公的統計のそうした作成、提供、利用の基盤整備、環境の整備とした、そうした取り組みについて盛り込んでいるところでございます。 本日ご説明させていただきます公的統計基本計画推進事業につきましてはこの基本計画に盛り込まれたさまざまな事業のうち5つのアクティビティからなっておりますまず1つ目でございますが5ページをご覧ください産業年間表の見直し SUT 体系の移行ということで真ん中のところのあの 左から右のフローズをご覧いただければと思いますけれども、現行は5年ごとに総務省が作成します産業連関表を用いまして、SUT ですとか GDP 統計を推計をいたしております。これをですね先進諸国とやり方を合わせるということで、基礎統計からまず SUT の方を先に推計しまして、その上で GDP 統計なり産業連関表を推計すると。 いいうようよな形に現在見直しを進めているところでございますこの SUT 体系への移行のメリットでございますけれども企業がいろいろ調査をお願いした時にまあ報告しやすいとこういうメリットがございまして精度の向上が見込まれるということで現在この SUT に関するまあ推計方法の技術的な課題に関する調査研究などを実施しているところでございます。 次に2つ目のアクティビティでございます。6ページをご覧ください。真ん中よりちょっと下に小さい囲みがございますけれども、この統計作成プロセス診断でございますが、これはですね、あの品質管理の専門家、実務家、あるいはその研究者などを非常勤職員の統計管理官として採用しまして、統計委員会が取りまとめます方針ですとか、 とその統計作成プロセスに求める要求事項に基づいて統計ごとの作成プロセスの現状ですとか PDCA サイクルの実施状況を確認しまして必要な助言を行うというものでございますそうした取り組みによりまして各府省における統計作成プロセスの水準の段階的な向上を図ることとしているものでございまして令和3年度から試行的な実施を始めております 次に3つ目のアテティビティビででごごござざいい。いまます。す。ページをご覧ください地方統計機構支援事業でございますこちらはあの下のフロー図をご覧いただければと思いますけれどもまず総務省から、えー、都道府県の、ま、地方統計機構と書いてありますけれどもとと統計の主観化に対して、えーま、専門家の派遣などによって技術的支援を行っておりますここの予算を措置しているところでございますけれどもその支援によりまして都道府県における 地域別統計の作成ですとか、県民所得推計といったものについて取り組んでいただくというものでございます。それを政策立案に生かしていただくた上で、さらに一番右でございますけれども、他の地方公共団体にも、いわゆる横展開でございますけれども、事例紹介をして、e、EBPM の推進を図ろうというような取り組みでございます。 ちなみに令和4年度におきましては、茨城県において実質県内総生産の将来予測モデルの構築、また佐賀県において交通事故の要因分析に関する支援、こうしたことを行っているところでございます。次に4つ目のアクティビティでございます。公的統計におけるビッグデータの利活用の推進でございます。こちらは真ん中の詳細のところでございます。総務省においてはこれまでとありますけれども、 これまで、えー、産学間の連携会議を開くなどしまして、ビッグデータの活用に係る有料事例や、えー、各種課題の整理などを行ってきたところでございます。またビッグデータ、例えば、えー、携帯アプリの GPS 情報から作りました人流データ、そうしたものから算出した数値と、実際の,その公的統計、例えばその宿泊旅行統計調査、そうしたものの結果との比較検証を行ったり、 また、今年の1月でございますけれども、民間のビッグデータの利活用に関する情報を一元的に提供するビッグデータポータルというものを試行的に立ち上げているところでございます。今後はまあこうしした取り組みをささらに発展させまして、 ビッグデータトライアルの実施に向けた、まあ、環境整備事業ということで、まあ、さらに民間から無償でこうデータなどを提供していただいてそれをこうまああの試験的にこう活用するといった取り組みもするなどしてビッグデータの利活用を一新推進してまいりたいというふうに考えております。最後の5つ目でございます、10ページをご覧ください。調査研究の関係でございますけれども 今年の3月に閣議決定した基本計画におきまして真ん中のところでございます点線の一番下の行あたりですけれども統計整備に関する資するパイロット的な調査研究を推進しそれらの研究成果を踏まえ必要な統計の整備改善に向けた方法を検討するとこうしたことも盛り込まれているところでございましてこれまでも まあ一番下のところにありますけれども、令和4年度5年度、例えばこうした調査研究を実施しているところでございます。次にレビューシートをご覧いただければと思います。あの事前のいろいろあの勉強会の際にご指摘なども受けておりました。またあのそれを受けまして、私ども部局内戻りまして改めて。 レビューシートの内容について再検討しまして全体的に見直しをさせていただいているところでございますいくつかちょっとご紹介をさせていただきますと、えー、一つはですねあの右下のところの主な増減理由の欄でございますあの増減の理由ではないんですが令和4年度の実は補正予算で4000万円付いていたところをそのまま次年度に繰り越しをしておりますでそれについて、えー まあ理由についてここに復帰させていただきました。補正予算につきまして、まあ、要件成立が使用書作成に時間を要したため、やむを得ずまあ令和5年度に繰り越したということで、その理由をここの欄を使って復帰させていただいております。また、アクティビティの1をご覧いただければと思います。こちらもあのアウトプットとか、まあ、短期のアウトカムについて見直しをさせていただいているほか、えー アウトプットの下の欄ですね、成果目標1の1の設定理由の欄につきまいにおいて、そもそもそ SUT 体系の移行というのが非常に分かりにくいところもありますので、できるだけ理解いただけるように、分かりやすくです、ね、書かせていただいたつもりでございますけれども、ここのあたりは引き続きです、ね、改善を図っていきたいというふうに考えております。 それから次のページでございます。アクティビティの2位でございますけれども、えー、統計作成プロセス診断についてでございます。これにつきましても、事前の勉強会などであのいくつかご質問を受けて、そもそも統計作成プロセス診断とは何ぞやということについて説明を復帰させていただいております。また 真ん中の中期アウトカムというのは、前回設定しておりませんでしたけれども、改めて検討しまして、ここでは重大事象の発生件数というのを成果指標として設定しまして、目標値はもちろんそのゼロ件というふうな形で設定をさせていただいているところでございます。それからアクティビティの丸三でございます。 えー、丸3につきまして、えー、真ん中の,あの中期アウトカムのところでございます、えー、定量的なあの成果目標ということで、支援事業内容の他の,都道他の都道府県における利活用促進というふうに書かせていただいておりました。でこれにつきましては、あの先生からご指摘を受けましたので、急遽あの都道府県に最近の,その、まあ、横展開といいますか、利活用の状況を確認いたしました。 あのちょっと短期間だったもので、す、え、べ、ー、ての都道府県から回答、ございませんでしたけれども、えー、今回のところ、あのー、検討したというところは1、えー、つの県ありましたけれども、現状、その横展開ということで、他の県の取り組んだ内容を、まあ、自分たちの県でもまあ活用したという事例はございませんでした、このあたりにつきましては、まあ、今後の課題であるというふうに認識をしております。 また、アクティビティ4のビッグデータの部分につきましても、全体的にアウトカムの内容について見直しをさせていただきたいところでございます。レビューシートにつきましては、先日あのご指摘などをいただいたことも踏まえまして、私どももあの悩みながら、あのまだこう作っているような状況でございますので、 あの引き続きですねあのご意見などいただきながらですねあのよりわかりやすい形で見直しを今後も普段に行ってまいりたいというふうに考えております説明は以上ですはい引き続き事務局から論点についてご紹介お願いしますはい資料二の丸三をご覧ください論点でございますがまず事業内容及び実施状況について 的確に成果目標及び成果指標としてレビューシート上に表示されているか、それから事業の効果についてどのように評価検証することが適切であるかという点でございます。よろしくお願いいたします。はい、それでは議論に入りたいと思います。えー、よ約四十分間、三、えー、時四十分ぐらいまでの予定をしております。ご発言になる方はいらっしゃいますでしょうか。 はい、お願いいたします,先先生すご説明いただきましてありがとうございました。えっと、まずあの、レビューシートを拝見した第一印象は、アウトカムのほとんどに目標値が入ってないなというのが第一印象でした。で、まあ、具体順番に言うと、 あのア,クテアクティビティ一1ですかね、1については、まあ、一応短期アウトカムについては目標値は入っているけれども、まあ、11年度の目標しか入ってなくて、そこに至る目標がないですねというのが1つ目。で、2番については、これは中期アウトカムだけはまあセットされているという感じですかね。あとは活動内容の3については、短期も中期も長期も目標値がなくて、えー、っと4についても短期、中期、長期、それぞれ目標値はなくと。 であの活動後についてもあの短期、中期、長期のアウトカムに目標値がないということでこれがまず第一印象でした。で質問ははなぜこれはあの、まあ 統計の質を高めるって話なので、なかなか測りづらいっていうのはあるんだろうなとは思いつつも、なんとなくそこで執行が止まってしまってるのかもしれないなというふうに思っていて、これなぜ故にこの目標値っていうものが立てられなかったのかっていう話と、あと2つ目の質問は、これは今後もずっと立てないつもりでいらっしゃるのか、これから何らかの検討をして立てるつもりでいらっしゃるのかって、その2点について伺えればと思ってます、ちょっと、ま、あの数も多いので、あの1、2、3、4、5、全部に一致るよりは何かを。 対象にしししてでもいいので、よろしくお願いしますあの。アウトカムの,その,、まああの定量的な目標の設定につきまして、例えばあのアクティビティの2につきましては、実はここもあの事前勉強会を経てあの見直したところでございます。ここはあの中期アウトカムというのを設定させていただきました。まさにあの 昨今、えー、も来きました前金とかです、ね、建設工事受注動態統計調査といった不適切事案を踏まえてきちんとその品質管理をしていかないといけないということでまずは重大事象という発生というのはこれはきちんと止めないといけないだろうということでここは、まあ、あのそういう意味で、えー、ゼロということであのさせていただいているところでございます。 で一方でその例えばその長期のアウトカムのところでございますけれども確かにここはあの数字が埋まっておりませんでして、えー、まあ品質の確保というようなところになっております。でここにつきましてはあのー、まあ現状端的に申し上げるとそのいろんな統計調査によってもいろいろさまざまなものがあるということとなかなかその品質の確保っていうところを まあどういう形でこの数値化していくかっていうところも難しいところもあって現状ではあのこうした形で設定をしていないというところでございます。あのこれまでもちょっとご指摘を受けましたのでできるだけまあ現時点で設定できるものにつきましては書かせていただいたところではございますけれどもあのもう一つの,そのまあ今後のことでございますけれども。あの ただ一方で確かにその私ども,もまあこれ改めてあの幹部も含めてこう見てた時に例えばその事業を効果的に進めていくにはやっぱりユーザーの声とかもちゃんと聞かないといけないけれどもそういうところってなんかちゃんと取れてないんじゃないかっていうようなまあ幹部からもちょっといろいろ指摘もありましてあの私どもとしてもまあ引き続きその おそうした例えばユーザーの声をあのきちんと拾うように、まあ、調査をするとかですねそうしたこともや,やるとかあるいはあのビッグデータの関係ですとあのポータルサイトを立ち上げたばっかりで、まあ、そのあたりですと、まあ、今後ある程度立ち上げてですねあの本格的に運用になっていくとある程度こう数値目標こういうのがと取れるんじゃないかとかですね あ,のある程度見えてくる部分もあると思いますので引き続きそのアウトカムの目標の設定についてはあの設定できるように努力をしてまいりたいというふうに思います。 あ,ありがとうございますあの事前勉強会からの差分であの2のところの中期が入ったことは理解はしていてむしろ、まあ、言い方変えるとそれ以外は結局入らなかったので、まあ、そんな印象なんですけどあの分かりましたあの多分他の先生方のご質問もあるのであのコメントで言うと例えば丸3番の,あのアウトカムのあたりで言うとあの数字目標が設定できない理由で、まあ、支援したものがすぐに反映されると限りません実施されると限りませんよねという話なんですけどこれは他の授業でもそういったものってたくさんある中で結構目標値設定されているので何らか あるだろうなといいううふうに思っているのとあとあの活動4みたいな話ビッグデータみたいなものもあの実際こう、まあ、公的統計にビッグデータが活用されるみたいな話でこれ多分システムとかこのそもそもポータルを設計するときに あのこういうデータを使って、こういう統計に活用できるよねとか、そういったものを事前にこう検討した上で、ポータルって作られているはずだと思うので、そういった意味では、一定こう、あの目安感としてこれぐらい使われるはずだみたいなのものが立てられるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、これからの検討に生かしていただければと思います。以上でですす先先生生ありががとううございいい、いままししたにかかょはお伊藤先生 今の滝川さんのお話につながるんですが、あの今お答えの中でユーザーからの意見、なかなか取れてないなという、まああの、これからこう改善していきたいあの、この部分は統計局が別にあって、統計局の方は、選ンだったりとかあの、国庁だったりとか、その中で声は拾っているのかなという気もしているんですけど、そこの役割分担ってどんなふうになっているんですか。 あの個別の統計に関するいろいろご意見、要望につきましては、まあ、それぞれの所管府省において、これはあのと、取っております。で一方であの、政策統括官室は、まあ、政府全体の,その統計制度をこう見ている立場から、あの私どもの方にもでも、その国が実施する統計調査に関する提案募集ということで、ホームページにそうしたページも設けておりまして、あのそこからいろいろご要望いただいたものについては、まああの 各省庁さんにもあの紹介をした上でで、すね回答などもこう、まあ、載せているということで、あのまあ、基本、それぞれの個別につきましては、各省庁で取りますけれども、まあ、全体のその要望把握などにつきましては、私どもでも行っているというような状況でございます、うん、なるほど制度を所管をしている統括官室として、あの基本的な視点が5つあって、えー この各省であったりとか、まあ、省内でも統計局という統計を実際に取っている部署もあるけども、そこの全体を取りまとめているというような位置づけになるということで、間違ってないですかそうですすかそう個々の統計の、まあ、いろんな状況などもあの把握させていただいて、まあ、全体の制の度としてどうあるべきかみたいなところについては、私どもの方で必要に応じて検討などをさせていただいているところでございます。あの ととした時にというのかこの、えー、とロジックモデルを見たときに、あのー、やはりこの特に基本的な視点は3万ユーザー視点に立った統計データの利活用促進というふうに書いてはいるんだけれども、じゃあそれって本当にあのそこを目指しているのかというのがなかなか見えないなと正直感じていて、統計これ取りますっていうところまでで終わっていて、でここの,あのアウトカムはどちらかというとあの地方統計機構とか、この 都道府県であったりとか自治体との関係自治体がどれくらい活用するかという視点になってるかなと思うんですけど多分統計データって彼女のそこだけじゃなくて研究者だったりとか民間だったりとかもたくさん統計データを使いたいというニーズ実際あるんだと思うんですねそこのこの目標値はそもそもなくていいんだろうかとも思うんですけどでそこから先がこの制、えー、度を所管する統括官室ってどこまでが 守備範囲なのかなっていうふうにも感じていてですね、そこっていかがなんでしょうちょっとお答えになってるか分かりませんけれども、あのー、基本計画はもうご案内のとおり、さまざまな事項が盛り込まれてます、それであの今日ご紹介した事業については、そのうちですね、主にその予算を取って、あのーまあ行な、事業を行っているものについて、ここにこう取り上げておりますので。 実はそのここに挙げてないものでもその基本計画に載っているというのはまあたくさんございます。で例えばその政府全体でこう関係するもので申し上げますとあの先生からご指摘のあったその研究者がです、ね、その統計のです、ね、個票データの提供を受けてまああの研究をなさってらっしゃるんですけれども、まあ、その提供のてうでしょうか手続きに時間がかかるということで えー、かなりご指摘をいただいておりまして、今般、基本計画にも書きましたけれども、これをまあ円滑化していこうというようなことで、まあ、取り組みを行っていくところでございます。で、まあ、こうしたここに書いてないものについては、別途あの、お毎年あの、お統計法の施工状況報告というのを取りまとめておりまして、まあ、その中でもこの計画の推進状況なども、フォローアップなどもしておりますので、まあ、そうした形で、ああ 公的統計の基本計画全体の状況についてはまあ把握をしているという状況でございます。これ最後にしますが、まさに、あのえっ、ー、と、公表を使い確かもともと6 0日間ぐらいかかっているところを、あの、短縮しようということで、私、デジタル社の立場もそこで一緒にやってたんですけど、そこも、えっ、ー、と、この基本計画の範囲に入っているということであれば、そこをやっぱり見せていかないと、今のこのロジックモデルだけだと、なんとなく、あの、 やってないですっていうふうに見えてしまうなと思うんですこの計画を作ってその計画が実現するための一つの指標として例えば研究データの短縮であ,あの雇用の短縮であったりとかっていうのがこのこの事業計画が入ってるんであればそこを見せていった方がいいんじゃないかなというふうには思いました。その最後意見。けすね、何か何か何かコメントありますか？ あのまあ、レビューシートに載せるアクティビティですね、確かにこれをどれを載せるかっていうものにつきましては、あのちょっと私どももまあ今後あの、基本的にはちょっと予算ということでこう考えてはいましたけれども、ほとんどまあ予算がかかってないようなものっていうので、重要なものというのも確かにございますので、あのまあ例えば今回あの掲載した統計作成プロセス診断っていうのは、ほとんどまあ予算的にはもうわずか。 ななもので,すでもそういうのも載せておりますので、あのまあ、どういったものを柱立てしていくかっていうのは、引き続きちょっとそこは検討していきたいというふうに考えております伊藤先生、ありがとうございました、はい、あの先生方、恐れ入りますが、コメントシートにつきまして、あの15時15分ごろ、目途に回収させていただきたいと思いますの、ね、で、並行してご記入のほどよろしくお願いいたします。 はい、引き続き議論を続けます。いかがでしょうか。はい、お願いします。草野先生。あ、どうもありがとうございました。草野です。えー、あのデータとか統計とか言った場合に、やはりちょっと議論しにくい部分は確かにあって、で何のためにデータを取っているのか、統計を、まあ、資料を作っているのかというところから考えると、まあ何らかの政策目標。 があってそれを実現するためということになるんでしょうけども、もさすがにその部分まででアウトカムとかをですね書くの難しいわけですよね。ただあの実際にはそういうふうな視点であのその効果というのを見るというのがおそらくあの国民の関心事であると思うんですが、まあそこまでいかなかった場合にじゃあ何を目標値にするのかというところも議論だと思うんですよね。 で例えばそのデータを取って統計を、まあ、資料を作って解析する分析するということの効率化を図るのかとかあるいはその情報公開に結びつけるのかとかですね何らかのまあ少なくともその手前の政策っていうのがあると思うんですよね。その手前の政策について、まあ、具体的な目標を立ててこれだけ実現しましたこれだけ効率化を図りましたっていう形の議論があるのかなと思うんですがどうしてもその議論がこう拡散してしまうので。 えー、多くの方はこれを使って何が実現できたんですかっていうところに注目してしまうただそういう問題なのかあるいはそうではなくてそのもっと手前の何かの効率化とかあるいはその手法の確立とかいったところに狙いを定めるのかで大きく議論が異なってくるんですけどもその辺はいかがでしょうか。 ななかかそのアウトカムのこの設定にあたってですね、まあどの辺にこう、なんていうんですか、どの辺にこう見定めるかっていうのは、確かにちょっと難しいところがございまして、あの今回、私どもの方では、あの、まあ、例えば統計作成プロセス診断であれば、まあ、これはまあ昨今のいろんなあの事案を踏まえてですね、きちんと品質を確保するっていうところで、こう あのー、まあ目標設定しましたのでまあそ,そこからこう逆算してこう考えていくとなかなかちょっとまあ現状であの全てのものにその、まあ、特に定量的な目標っていうのはこうなかなかまあ難しかったというところは事情はございます。まあ他方であの、まあ、案件によってはですね、あのー、例えばまあビッグデータなどにつきましては、まあ、今回はあの定量的な目標というのをかけておりませんけれども。あのー ある程度その利活用推進に向けた指標として、まあ、ポータル関連のいろんなあの件数とかをですね、うん、何らかこう取ることもできるのかなというふうに考えておりますので、あのその辺はちょっと私どもも正直、あの今回もまあ悩みながらこうやっていったところがあるんですが、あのまあ、できるだけあのいろいろあのお議論をしてですね、 できるものについては設定をしていきたいというふうに考えておるところでございます。はいいどううもありがとうございますあの、まあ、こういったデータとかです、ね、統計というのはもうあの国の政策の基本中の基本で基礎となるものですからもう重要性誰も否定しないと思うんですよね。ただ、それをどういうふうにこう評価していくのかということはこれまでそんなにこう詰めて議論したわけではない。ろろいろ議論 されていると思うんですけどもこういったその,の議論するための手法というか視点というかそういったものの確立というものがあのそれこそ政策的に大事なのかなというふうには個人的には思っていますすみませんこれはコメントになりますありがいましたはい楠木先生ありがとうございました,、はい、ましたその他いかがでしょうかはいじゃあ西田先生お願いします はいえー、西出でございます。ご説明ありがとうございました。あ私の方からはあの、そうですね、具体的に、えー、悩ましいですよねというところが前提にね、まあ、こういうの指標化するのあるなというところがある中で、あの個別にどれ,やどれがっていうんじゃないんですけど、やはりあの横展開について徹底してこの追跡してほしいのと深掘りしてね、まあ、それを指標として ここに提示していくようなこと、これはぜひあの、ボリュームをある程度取って行ってもらえたらなと思いますよね。で指標の中で無理でああ、ごめんなさい、レビューシートの中で無理であるならば、また別途、他の方法もあるかもしれませんしね、ホームページを上げるようになり、まあ、そういう形で、えー、広く周知していただけると。 まあというのは、やはり各自治体の中で今、e、EBPM をやろうとしているとか、やっているところもありますよね。まあ、そういう中で、やっぱ彼あの、まあ、まあ自治体の中での国も一緒だと思いますけど、大きな問題はやっぱり、エビデンスとして使える情報がなかなかない。 でまあ、オープンデータとして今後非常にいろんな情報が使えるようになるビッグデータとして使えるようになるっていう話も期待はできるところではあると思うんですけどで何を申し上げたいかと,いうと今から申し上げたいのは、まあ、これとちょっとこの,このレビューとは少しずれてしまうところもあるのかなと思うんですけども、まあ、先ほどいろいろ公表したら公表するのがいいだろうという話をしました。そここの延長線上とととして、まあ、EBPM いうところを を考えていくと自治体でやっている EBPM 的なものもしくは政策評価的なもので得た政策情報をやはりストックしてそれらを国も各自してもオープンに使えるような、まあ、まあ民,間も民間のももちろん大事なんですが、まあ、自治体としてよく似た事業をすごくやってるわけですよねもちろんね、まあ、そういうのを横串で見れるようなものから EBPM p n の推進というものを、温、え、床、ー、の方で温度をとって、そういうデータの蓄積、それからそれらをいかに使いやすいようにこう提供していくかというところをですね、お考えいただけたら、まさしくこの今やってる統計の話、それから ビッグデータの話の延長線上のある到達点につながるのではないかなと、このように考えた次第です。コメントとして引き取っていただければと思います。以上です。稲川管理課の方、何かコメントございますでしょうか。 今西出先生からちょっと横展開についてあのご指摘をいただきましたけれども、先般の,あの事前勉強会であの地方統計機構支援事業、アクティビティ3につきましてあのご指摘をいただきましたのであの、私どもで横展開の状況を急遽調べました。先ほど申し上げたとおり、まあ、その結果、すべての件から回答はありませんでしたけれども、あの現状ではその実は実績 実際に活用したというのは実績がゼロで、まあ、検討したというのが1件あったというところにとどまっておりましたので、まあ、今後はちょっとこのあたりの横展開の仕方ですね、私どももあのもともと、その当該都道府県の支援はもちろんですけれども、それ以外の県にも活用できるように、えー、な、まあ、案件をもともと、まあ、選定いたしておりますので、えー、横展開の取り組みについては、今後も工夫をしてまいりたいというふうに考えております。 はい、ありがとうございますあ,のあと5分程度でコメントシートの方は回収をさせていただきたいと思いますのでご協力お願いをしたいと思います。議論のほうは引き続き続けさせていただきたいと思いますがほかにご意見などいかがでしょうかあの2回目のご発言でももちろん結構です。あでは、滝川先生お願いします。えっと、目標の話から離れてちょっと実績の話について伺いたいんですけど。 えっと、活動内容2ですかねであの、まあ、当初見込みが令和4年度で 10, 10件ですかの中であの、まあ、実績が2件ですねとで中身としてはこの、まあ、統計監察官ですかね管理官があの診断をするっていうのはあの非常にいい取り組みだなというふうに思ってるんですけどこれがまあこ2件にとどまった理由っていうのが、まあ、リソース不足なのか、まあ、コロナなのか、まあ、そもそも あのやってほしいという依頼が少なかったのか、なんかそのあたりの理由をいか伺えればというのと、あとはこれからどう増やしていこうとされているかって、そのあたりを伺えればと思いますあの令和2統計作成プロセス診断につきまして、令和2年度の活動実績が当初の見込み10件に対して2件にとどまりましたのは。 えー、令和3年の末に起き、えー、ました、えー、国交省の建設工事受注動態統計調査のです、ね、不適切事案の関係で、えー、私どもそちらの対応にちょっと棒札されまして、えーまあ、ちょっとなかなかリソースを避けなかったという事情がございます。ままずは国交省のとその、ま、さに当該統計の 関係の事案について、まあ、再発防止策とかですね、そちらをまあ検討していくことが先決だろうということで、えー、予定通りできなかったということでございます。で、まあ、まあ、年度の後半におきまして、その例の建設工事の統計と、もう一つまあ別件の,その別の建築着工統計につきまして、2件ほど実施をいたしました。令和5年度におきましてははですねここはまああの、まあ あのまあ、定常化といいますか、ですので、えー、今年度も8件見込んでおりますけれども、おまあ、当初予定通りにですね計画通りにあのプロセス診断を進めていきたいというふうに考えておりますありがとうございます。では、あれですかね、まあ、令和4年度は若干、まあ、あの状況として特殊な部分があって、まあ、あのニーズはやっぱりあって、まあ、良い取り組みとして、またこれからも実行できる、そういうことですかね。はい、あのその通りりでごござざいいます<あ>かりましたありがとうございます はい、ありがとうございます他にいかがでしょうか、ご質問など、はい、じゃあ、お願いします、伊藤先生。 先ほど話があったこの、えー、EBPM を行うにあたって統計って重要なツールになると本当にあの私も同じように感じていてあの自治体の事業評価とかをたくさんやっている中であの先ほど西先生のお話と一緒ですけどあのこのそもそも何を指標にしていいか分からない次にあるのは指標これだったら、えー、ゴール設定ができるんだけれども あのそれをモニタリングするための,この手段を持っていないっていうことがかなり多くあるなと思っているんですが例えばあのこう自治体とコミュニケーションを図る中で、えー、こういう統計があったら自分たちがあの事業を遂行するにあたってあのこの、えー、モニタリングしやすくなるんだっていうようなそういう,こうなんかコミュニケーション場っていうのはあったりするんですか あの地方地方のですね。統計機構との間では、あのまあ、定期的にあの例えば主管課長会議を開催したり、あるいはその全国をえー、ま5、あ、つか6つのブロックに分けてですね、えー。で、各ブロック単位でのその課長会議を開いたりしております。まあ、そうした中でですね。いろいろ要望などもこうあのー。 お聞きしながらお聞きしているところでございます。で、まあ、そうしたものもまあ関係する負傷などにもこうフィードバックなどをしているところでございますので、うん、あの今ちょっと具体的にこれというのはちょっとなかなか出てきてませんけれども、まあ、そうしたあのコミュニケーションの場なども使っております。またあの 私どものほかに統計局も含めて、ですねいろいろ地方団体の支援というのは、さまざ、あ、まな取り組みで行っております、まあ、人材育成みたいな、まあ、EBPM に資するような、ですねいろんなそのデータの分析の仕方といったところの、まあ、研修といいますか、そうしたこともやっておりますので、さまざ、あ、まな取り組みを通じて支援をするなり、あるいはそのご意見などを吸い上げるようにしてまいりたいというふうに考えております。 あのこれまあ、結果的には先ほどからこの基本的視点3番に全部がつながってしまうかなと思うんですけど結構あの他の国では政府がこう統計を取ったものに対してなかなかそれをじゃあ,あ,の、まあ研究者もそうですし地方側もそうですけどそこからあの自分たちでこのアウトリーチすることってなかなかないので政府側からこういう材料があるっていうことを逆に下ろしていって。 えー、だったらこういう統計データをうまく使えるんじゃないかっていうようなことをやってるっていうケースわしが聞いてる中でもいくつかあるなと思っていてこれ、まあ、利活用の仕方っていうのは最終的には多分地方であったりとか研究者がどん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 この、えー、統計データを活用してさらにそれを政策だったり事業に生かしていくっていうことを目指すにあ,に目指すにあたってはそういうこの,あの何があるのかっていうこと自体をどれだけ えー、伝えていけるかということも大切なのかな、まあ、今その話の中で一つのコミュニケーション場があるということだったかなと思うんですけど、それをもっと増えていくといいかなというふうに感じました。まあ地方団体の方もさまざ、あ、まなニーズございますので、私どももそうした声はですねこれからもきちんとこう拾って対応してまいりたいふうに考えております。ちょっと戻ってないんですけど、研究者側からはあのこの間のこの、えー、っと、 を早くく出してくれという時の,このニーズはかなり強かっね。それくらいにああいうこの加工されたデータじゃなくて個別データを使って多分そうなると政府が想定していただくこととは違うこのデータの取り方になって加工の仕方になってくるっていうことかなあの時はかなり研究者から来たなと思います。 あの伊藤先生ご指摘のとおり、研究者の方々からです、ね、かなりあのご意見をいただきましたあの。内閣府の方の規制改革推進会議の方でも、このテーマにつきましては取り上げられまして、6月3日の答申にもです、ね、かなり具体的にあのスピード感を持って取り組むようにということで、ご提言もいただいたところでございますので、調査票情報の二次的利用の提携と次の迅速化につきましては、 えー、かなりあのー、高い目標をいただいたところでございますけれども、えー、私どもとしてもあのー、それに応えられるよう最大限取り組んでまいりたいというふうに考えております。はい、ありがとうございます。その他いかがでしょう。はい、薬剤木先生お願いします。はい、えー、この追加なんですけれども、あのやはりこれあの議論のしにくさの一つの根拠というのが。 ここのテーマにもありますけどもその公的統計基本計画推進事業になっていてでまさにその総務省が統計を司る機関であるというところがむしろ悩ましくて例えばそのある業法なんか持っている所管の官長であったりあるいはその特勤法を所管する公取であったりすればですね例えば M&A があったときに、まあ、それを評価するための資料としてデータを集めてくるで評価してで、まあ、解析してそれで経済的なインパクトを見てみるとか。 その企業結合の効果というものを測定してみるシミュレーションしてみるといった狙いがあってと資料を集めてで分析するということなので非常にはっきりしているんですよね。なのでそういったところに何かこう出口があるものなのかそれともそうではないのかあるいはその研究者が何かを使うその基礎資料としてニーズがあるのかどこにニーズがあるのかということが明確化されていくとそれがどう使われるのかということが まあそれも明確化されていくというような因果が分かってくるのかなと思うんですけどもなかなか難しいのがまさに統計をつかさどる機関なのであのまずそれをきちんとやるというところが目標になっているというところが、まあ、ちょっと議論しにくいところなのかなとであの先ほど申し上げましたけどもその資料なりデータの分析解析というものがその誰も否定しないしその重要性をそういうふうなことになっているので、まあ、議論しにくい部分があるかもしれませんけど出口というものをこう意識すると。 ちょっと見えてくる部分があるかなと思ってます。以上です。ありがとうございました。確かに、あの、先生ご指摘の通り、まずは、あの、私ども、各省、まあ、公的統計を、これをきちんと作る。で、整備するということが、まず、まず、一番大事でございますので。あの、これは、まあ、しっかりやっていくことは、まあ、こう、引き続きやっていくとして。まあ、一方で、やはり、その。 それをまあ広く利活用していただくと、その各府省が政策立案にもちろん使うというのもありますけれども、それ以外にその地方団体であったり、あるいは研究者の方々、あるいは民間企業の方々ですね、そうした方々にもまあ広くこう使っていただくようにです、ね、でいろいろな形で工夫していくところは大事だというふうに考えております。そそののたりにもしかしからその アウトカム指標とかでですね、もう少しこう工夫できる部分というのがまあ出てくるかなというところは考えておりますので、そのあたりにつきましては今回ちょっと十分そうした面ではあの欠けてないというところはありますけれども、あの引き続き改善を図ってまいりたいというふうに思っております。はい、久木先生ありがとうございました。その他いかがでしょうか。まだあ北尾寺先生じゃお願いします。 はいえっと、勉強会でもいろいろ教えていただいたんですがこの SUT 体系に移,移行したときにはその産業については従来の産業連関と比べると、えー、少ないプロ,セプロセスで結果が出られるとしたがって当然精度がいいはずだという話なんですがそこまでこう 皆さんが共通理解ができてるのに目標設定ができないというか指標設定ができないというのがなんかもう今一歩じゃんというかすごく近いところにおいでになるような気がするんですよね。誰もそれについて疑ってないんだと思うんですよ精度が高くないことについて。何な,な,なんですかね要するに数値化できないということなんですか あの実はちょっとここも、まあ、部内でもこう議論したんですがなかなかその途中段階で何て言うんでしょうかその目標というのをセットするのが、まあ、なかなか難しくてあの今この目標年度11年度としておりますのは平成令和11年に この全産業分野について SUT 体系移行したものについてここで公表するというようなものがこの目標の令和11年でございます。で、あのまあ、強いてその途中段階でもしかけるとしますと、実は令和6年に、えー、サービス分野のみですね、SUT 体系に移行した形で産業年間表を公表することとしております。ですのであの お途中段階として、まあ、今かけるのは、まあ、その令和6年度というところは、あのかけることはかけるんですけれども、なかなかそれ以外の部分について、毎年度、毎年度、一つ一つ。うご,ごめんなさい、今おっしゃってかけるというのは何がかけるというね、はい、かけるっていうおっしゃったのは、何がかけるあの、まあ、定量的な成果指標としてですね。 その産業分類の割合というのを設定させていただいていますけれども、うん、例えばこれが、まあね、年度ごとに少しずつこう増えていくという形で書ければあの、そういう形で、えー、ちょっと検討はしたんですけれども、基本的にはあのサービス分野は令和6年度で、最終的には令和11年度に100%全部、ここで設定さいいおらないたのが度に関する指標なんです。 あの今申し上げたのはあの、まあ、た短期アウ,アウトカムに設定しているものでございますけれども、あのー、まさにその SUT 体系への何て言うんでしょうか,か完全移行するかどうかというところあ<の>、ね、知りたいのは制度を表す物差しになりうるのかどうかっての知りたいんです。 制度につきましては、あの長期アウトカムの方に、制度向上ということで書かせていただいております。で、あの今のご指摘の点につきましても、この制度の向上というものを、何らかの,その数値とかですね、形で表せないかということで、あのまあ、検討はしたんですけれども、なかなかちょっとその定量的に、 表すことがまあ難しい何か定量的でなく定性的にはできないんです例えば専門家たちの判断とかですね当然質が高くなっているという判断をしても,してもらえるとかあるいはユーザーによる判断とかあるいはもしそのレベルでアウトカムレベルのかなり高いところで精度の評価ができないのであれば プロセスのところで、これだけ効率的にやったんだから、間違いも少ない、あるいはそのよくやる TQM の品質管理のやり方なんですが、これだけ合理的なやり方したんだから、結果はおそらく出てるはずだというようなところで、プロセス側で評価をするところですね。ごめんなさい、なんでこだわってるかというと、目標がないことについて先生方のかなりが指摘して,て今、今からコメントしようと思ってるんですけど。 制度の向上に関しましては、一、まあ、つ考えられるのは、あのあの従来の,そのやり方っていうのがあります。そのいろんな過程を置いてこう推計するものですから、まあ、従来の方法と、それからまあ今回の,の SUT に関するあの推計に用いたこう過程の内容と、とまあこのののまあそういうことをまあ比較するということは、あ,のー、である程度その評価するというのは、まあ、あのできるのかなというふうには思いますけれども。ああ ただ、まだちょっと今、まだ調査研究の段階ということですので、あの引き続き、ちょっとどういう形でで,す、ね、できるかというのは、引き続き検討してまいりたい,いすありがとうございます、はい。ありがとうございました。お時間もそろそろ迫ってきておりますが、そのほかいかがでしょうか。 よろししいでしょうかすみませんあの、お名前出したしま水戸先生が特によろしいでしょうか。はい、せっかく企画なので、一言だけでは。あのまあ、政策一般で EBPM が求められている中の,その E のエビデンスの部分を作られるという大変重要な役割が統計にあるというのは理解しておりますし、今回の政策も大変重要だと思いますが、あの肝心のその 統計政策っていう言葉があるか分かりませんがにおいてどういう評価指標とかあのエビデンスを持ってあの政策を評価するかということが今日のテーマだと思いますしなかなかすっぱりと答えが出ないというのも門外観ながら伺っていて感じ取ることができました。で一つ思うのは我々も法律やってる中であの法解釈学っていうのはたくさんやるんですけども立法論って法学部でもなかなか 教えられてこなかったです、ね、何十年も最近ではやるようになってるかもしれませんが、まあ、そういう意味であの統計学という学問あるじゃないですか統計学の立派な先生方もたくさんいらっしゃいますけれどもあのそういったアカデミズムの利用アカデミズムの世界において統計政策的なものっていうのはないのかあればそのお力も借りて今回の SUT の話なんかも少し検証できるんじゃないかなっていうのを素人ながら聞いていて思いました。あこれはコメントですんです 何かコメントがあればいただきたいですが、なくても結構です。失礼しました。ありがとうございました。あの。私ども、あの、統計委員会というですね。あの、まあ、統計学の専門の方とか、あるいはその統計ユーザーの方。また、地方自治体の代表者とか、そうした。有識者の方、委員会というのも設けております。あの、まあ、そうした中で、あの、今日、いろいろ、まあ、ご指摘もございましたけれども。 あの統計に関するですね、いろんな課題については、そうした方々の、あの。まあ、学識経験者の方々、あの意見なども聞きながら、あの対応してまいりたいというふうに考えております。はい、えー、活発なご議論ありがとうございました。それでは、あのお時間参りましたので。ええー、とりまとめ役の北尾地先生から、先ほどと同じように、あの代表的な。コメントシートのコメントをご紹介いただきつつですね。 取りまとめコメント欄のご発表をお願いをいたします。はい、すで、えー、にもうあの先ほど、えー、と質,問の質問の中で申し上げちゃったんですが、えー、とかなり先生方の間で、えー、と共通の,その目標設定に対して、えー、も,っともっとできるのではないかというようなご発言がありました。えー、とまず、えー、具体的な例としてですが、 事前勉強会を経て短時間でレビューシートの見直しの努力をしていただいた点は評価できると。ただ、数値目標を設定できていない点は課題と思うと。EBPM の現状からは、えっと、数値目標や数値データは必要と思うが、それが難しいなら、それに変わる指標や材料、具体的には利用側の声、アンケートなど。 えー、を示していただければと思うというのご意見です。で、また、えー、別のご意見ですが、中身は同じでございまして、可能な限りアウトカムの目標値は設定すべきだと。難しいことは分かるが、もう一段検討していただきたいと。えー、それから、えっとあの、今のはどちらかというと、私ももうあのコ,コメントしちゃいましたので、同じことか、例えば SUT、 体系の移行による制度向上についての例えば目標設定あるいは評価評価指標の設定というのもできないのかとそれからこの目標に関する議論のほかにもっとハイレベルのその統計政策に関するその狙いそういうことについての議論がありました。 何のために統計を取っているのか、アウトカムで見えるようにしていくことが非常に重要。基本的視点3の利活用促進のアウトカム、カムユーザー側の活用で、えー、活用状況を入れられないかと、ユーザー側の活用状況を入れられないかと、現状の地方だけが対象ではなくて、研究者や民間での活用状況等も加えていくのが良いのではないかと。 えー、統計は EBPM を実現するために重要なツールとなるので、自治体、研究者、コミュニケーションを、自治体,と、えー、自治体いや研究者とコミュニケーションを取って、ニーズに合った統計を取ることが重要であると。えっ、ー、と、それハイレベルで、えーと、そのデータ、統計に関わる各種事業の重要性を否定しがたく、 事業推進の必要性は確かにあると。で重要で一方重要、重要であるならば、その狙いを明確化できるはずで、その狙い観点から一貫した資料、目標を立てることが可能ではないかと。データ分析の効率が図る、何らかの情報公開、理活用に関する具体的な政策,重視政策実現に結びつけると。そのデータをどう使うのかと。 そういう議論の確立が求められるというご意見です。それからあの例の、えー、と各自治体のエビデンス、あの各,各自治体が、えーせえー、作っている政策エビデンス、これを積極的に収集管理して各自治体による利活用を推進してほしいというの、まああのえー、ご意見ですね。それから 指標の再検討に関してです,ですが、自治体間での横展開をえ実態把握する指標の設定が必要であるというようなことです。で、あのえっと、今いくつかこう違う観点がありましたけれども、やはり、えっと、取りまとめますと、まず第一に、えっと アウトプットアウトカムに対応する使用設定はぜひ積極的に進めていただきたいと。それから統計政策に関するその狙いその狙いの観点からその目標指標ということを立てることを検討していただきたい。 それから EBPM にとって大変重要な政策分野であるため、えー、そのような観点からユーザーの声を聞きながら、えー、利活用を進めていただきたい,いや利活用できるように進めていただきたいと、えー、で最後にあの地方自治体の,あの,その政策データをあの利活,あの活用していくというのはあの大変面白い観点かなと思いますのでぜひ でさしていただきたいというふうに思っています。えっと、今回はだいたい集約されているのかなと思っているんですが、先生方のご意見がある、ね。ええー、おっしゃった。これも追加してて、ね、よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうかはい、ありがとうございました。では、今の、北尾先生のコメント案ってことで、特にご異論ないということで、よろしいでしょうか。はい、で、それを あのー、今の口頭をおっしゃっていただいたものをまたあの紙にして後ほど共有をさせていただくようにしたいと思います。それではですね、あのー、今のご指摘などを踏まえまして、えー、担当部局の稲垣管理官の方から一言お願いいたします。本日は貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。あのー、今日いただいたご意見を踏まえましては、私どももあの事業の改善にですね、ふだに取り組んでまいりたいと思いますので。 引き続きご指導ご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いいですか。はい。はい、それでは、あの二件目の事業についての議論についても、これで終了させていただきたいと思います。あの楠木先生はここまでのご参加となります。ありがとうございました。